指揮所の原木だ。連絡遅えじゃねえかよ、警部補。留守電聞いてくれた？あんた、録音とか苦手だろ。なんで？別人みたいにバカ丁寧な伝言だな。昔の癖だよ。まあいい。で、何の用件だ？ああ、今署内じゃねえからさ、ちょっと事件で気になることがあってな。あ、もういいや。旗の件か。は？ちょっと待て。なんで知ってる？やはりそうか。知ってるも何も、その件で動いていたところだ。おい、もっと詳しく話せ。てめえ何を探ってる？落ち着け。あんたが所長から受け取った被験者ファイルを俺も探っていた。こっちも別ルートで入手してな。それが何なんだ？その中に波多の名前があった。あんたに関する事件の詳細も書かれている。だがそっちには。俺の受け取ったファイルにはねえ。やはりな。所長の周辺を探っていたら出てきた。波多のファイルだけ抜かれていた。焼却炉に捨ててあったぜ。あの所長が？あんた今どこだ？サブリだ。サブリってサブリエレクトロニクスの中か？ああ、現在絶賛潜入中って段階だ。無茶だ。死ぬ気か？まあ死に急ぐタイプには間違いねえ。一応言っとくよ。無茶するな。ああ、わかった。それとだ。あの所長はクセ者だ。接触する機会には気をつけろ。抑止ってことか？その可能性も込みでだ。出た！抑止？うるせ。クソ野郎が。あ、まさか、てめえ旗か？罪から目を背けた結果がこれか？抑止になって全てを白紙にするってか？まあ、かえって好都合だ。運命ってのはなかなか気が利いてるぜ。まさか復讐のチャンスが巡ってくるとは。でも相手は抑止だ。これはやばい。逃げろ。
青山さん。所長さんか。よかった、ご無事で。あんたなんでここにいる？逃げてきました。大変なことに。どういうことだ？何があった？指揮所が全滅です。全員。絶命しました。なんだと？まさか、桃山さん。桃山さんはどうした？桃山さんは無事なのか？桃山！